ちゃお疲れ様です。チエロさん、ゴグマさん、ピョンさん、ベッチュさん、ゾダン、パク46さん、ケイゴさん、サムさん、あ、なんか出てる、こんにちは、サナさん、やっちやっほー、こんにちは、サナちゃん、ケイスリさん、こんにちはです、マシュマロさくらさんもこんにちはです、リョメテルさんも、おつさなちゃんお疲れ様です。なんかちょっと低い気がする、なんかもうちょっと上からがいいな、このカメラもうちょっと上からがいいんですけど、でもちょっと難しいかも、事故りそう、ちょっとだけな、うん、やめとこう、やめとこう、今日は美しいに振ってますわ、ゴグマさん、え、嬉しい、どういうこと、なんとか間に合いました、ありがとうございます、でもちょっとここ後で直していく、これピョーン、なんとか、サイリュウさんありがとうございます、ササジーもお疲れ様です、あの皆さん急に変更しちゃってごめんなさい、時間、そう今日はですね、あ、やばい、スクバが見えてる、学校バレちゃうかも、こんくらい難しいな、お洋服かわいい、サラちゃんかわいい、ありがとうございます、めっちゃ、あのこの横の髪の毛ね、久しぶりにやりました、もう桜学院ぶりにやりました、この横髪の毛のやつ、大兄さんこんにちは、こんにちは、 A さんのマーク、初めて PC から見てます、かっちゃさん、そうなんですね、なんか急にあの変更したのに皆さん来てくださってありがとうございます、本当、昨日高熱出て仕事休んだからこの時間でも見れたりを見てる、大丈夫ですか、うわ高熱ってきついですよね、ありがとうございます、もう大丈夫なんですか、体調は、サラさん、ヤッホー、そのお洋服素敵です、好き、あ、綺麗で好きやって、え、嬉しい、これめっちゃ可愛いんですよ、この洋服、ほら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 、めっちゃ可愛くないですか、この襟がなんかとんがってて、でこう手のこことかシュクシュってなってて、めっちゃ可愛い、ロングはいいね、可愛い、ベッチさん、え、嬉しい、ピョンさん可愛い、ピョン、ありがとうございます、イヤホン置いてきたので休憩室で音出してみれますえ、ゾさん、それは大丈夫ですか、それは大丈夫なんですか、ゾさん、え、今日皆さん白鳥学校はと思うかもしれないですけど行ってきましたよ、この後はですね、これどうしても治らない、この髪の毛、この後はですね、18時から松江区に行ってきますえ、もうちょっと出てくる、18時から松江区に行きます、でも今日は松江区行くためにも帰ってきたんじゃなくて、学校から、あの今日健康診断だったんです、皆さん、あ、そうだ、ちょっと今のお話置いといて、あの皆さんゴールデンウィークキャンペーンがあるんですけど、ゴールデンウィークキャンペーン2023っていうのがありまして、でそれを やろうということで、4月24日から5月7日まで、注目ポイント、ゴールデンウィーク限定ゴールド尽くしのギフトや背景が楽しめるってことで、あのチャレンジ欄に無料ゴールドハート、チャレンジ欄に無料ゴールドハート、え、ほらすごい、ギフトが全部あの金になってる、無料ゴールドハートがあるから、あのそれもらえたら嬉しいです、で私はハッシュタグを入れたくて、これだ、ゴールデンウィーク満喫、そうキャンペーン、そうなんですよ、ゴールデンウィークキャンペーンっていうのがありまして、今年のゴールデンウィークはゴールデンのキャンペーンを開催、ゴールド尽くしのギフトや背景でゴールデンウィークの配信を楽しもう、そして特典もゴールド一色のショールームオリジナルゴールドマグカップをご用意、ライバーさんも視聴者さんもゲットできるチャンスがあります、2023のゴールデンウィークはショールームでたくさん楽しみましょうということで、そうゴールデンダルマ、ゴールデンハート、ゴールデンハートは無料のハートです、エーデンな大天使ってあるんだ、
すごい、エーデンの大天使てかゴールデン、見て見て、ゴールドの、はい、でこのキャンペーンに参加しますということです。あゆちゃん、勤務先から見てるので無音で失礼します。ありがとうございます、見てくださって。皆さん時間を忘れてください。え、だるま、ゴールデンだるま、ゴールデンだるまだ、ありがとうございます。熱い、ベッチュさん、ピョンさん、ありがとうございます。あとさくらさんもありがとうございます。かわっぴさんもハートありがとうございます。はいりゅうさんも、え、もうなんかもう、もう楽しい。休憩室に横にいますが、自分以外ではみんな寝てるから大丈夫です。え、寝てるんだ、そんな、あ、ゴールドだね、えんひろさん、ゴールド。ん？あ、照明変わった。オレンジ？これが好き。24時間空けだし、サナさんのためなら駆けつきます。めっちゃ可愛いお洋服もサナさんも、やっちやっちありがとう、本当にいつも大きな襟が素敵ですね。ずさん、ありがとうございます。ケイトクさん、こんにちは、こんにちはです。で、あのさっきの身体測定のお話やっていきます。あの私今日が身体測定って知らなくって、そう、今日が身体測定って知らなくって、なんか身体測定が終わったら学校の新入生を歓迎する会みたいなのがあるんですね。でこう部活紹介とかをしたりするんですけど、それの練習、それが明日あるんです。それなんかこう会みたいなで発表ものをやるんです、こう部活動で、部活によって。でそれの練習が今日身体測定終わったらあった、 あるらしくって、私は身体測定が最初って思わなかったから、でそれ明日出れないから、あの身体測定が別に後だったらゆっくり行っていいやと思ってたんです、学校。そしたら友達から電話が来て、もう身体測定始まってるよって言われて、まだ家にいたのに。でそれでえってなってめっちゃ急いで行って、で3年生はもう終わってて、で 1,2 年生に混ざりながらあの走って、廊下走って、はい、よろしくお願いします、聴覚終わり、走って、はい、身体終わりみたいな感じでやってて、でそれであのまず身長がですね151だったんです、前151センチ、だけど 151.3 になってました。 0.3 センチ伸びました。これは大成長ですね。でそれで聴覚はもうバッチシで、で心拍数もよくて、わかんない、前不整脈だったけど何も言われなかった。あとあれです、あの目が、前は視力が 1.5 と 1.2 だったんですね。だけど今回は 1.5 になってました。なぜか視力が良くなってました。そう、 なんででしょう、視力が良くなってたみたいです。あ、次の内山セブンで丸の内のツタヤシェアラウンジで充電しながら聞いてます、コングマさん。ありがとうございます。おしゃれ、丸の内のツタヤって。休憩室、あ、本当だ、ゴールデン飲食やっち、え、すごいですよね。インヒロさん、台湾でアイドルさんのお友達とかできそう？え、できると思います。まずあの次の台湾、5月4日の台湾、5月4日の対バンはお友達がまずいます、一人で。私あの普通に喋りかけちゃうんです、人に。だから多分大丈夫だと思います。007さん、こんにちは、こんにちはです。さらちゃん、こんにちは。お仕事なおしんじさん、あ、ありがとうございます、お疲れ様です。身体測定結果報告配信、田中さん、でもなんかそこまでやってない、身体測定。あのもう廊下を走り回って、でそれでよろしくお願いします、よろしくお願いしますって言って他の学年に混ざってやってたら、あのいろんな先生から笑われました。恥ずかしい、恥ずかしい。パンプキンさん、こんにちは。パンプキン、ありがとうございます。ハムさん、おつさなちゃん、お疲れ様です。成長期、成長期だ、成長期ですね。そう、成長期なんですよ。そう、敬語さん、
0.3 の成長だ、おめでとう、うん、ありがとうございますだ、ね、本当は3センチ伸びたかったけど、でも、まあ、伸びたって事実だけでいいんです。いい結果でよかったね、ひろさん、よかった。こうちゃんさん、こんにちは、こんにちはです。すごいやさなちゃん、べっちさんでしょ。いいがさ、お、今日のカラコンすごく可愛いけど、どこのささじ、え、いつもと同じやつですよ。いつも使ってるワンマンスのやつ、アイタンと同じなんです。アイタンがつけてて可愛いと思って教えてもらったんです。ピルさん、おつさなちゃん、お疲れ様です。お写真撮れるといいね、撮りたい、えんひろさん、うん。え、アイラビューありがとうございます。アイラビューは金じゃないんだ。かっちゃんさん、ありがとう、アイラビュー、アイラビュー。 1.5 いいな、タッカーさん。え、そう、 1.5 だったんです。私もう最後視力検査のこう上右とかじゃないですか、で12番が一番最後だったんですけども、12番とかもうこんなんですよ。もうだけど当たってたみたいです、天才。うわ、つらい、スケズリさん、わー、どうしようもできない、どうしようもできないけど、見てくださるだけでもう本当ありがたいな。3年さん、こんにちは。え、3年さん、こんにちはです。3年さん、3年さん、3年さん、ここは午前1時なので、さなちゃんのショールームをゆっくりと見ることができます。ジェロさん、ありがとうございます。ジェロさん、ありがとうございます。 PC からのアイテムの投げ方がわからないのでスマホに変えました、かっちゃんさん。あ、もうありがとうございます、かっちゃんさん。もう私、皆さん、もう今日聞いてください、あ、見てください、これなんかくまちのファンの方がみんなに配ってたやつ、ちっちゃい、もう本当にちっちゃいハンドクリームつけてきます。3時の休憩中です。3年さん、3時に休憩があるんだ、すごい。今日ですね、いつもなんか新しい新年新任の先生がいるんですけど、国語の先生で、ね、なんかいつもちょっと愚痴、なんかいつもちょっと行くときは絶対メイク系、あ、え、タコが歩いてる。ありがとうございます、サイリンさん、ありがとうございます。ササジ、もうダルマ、ありがとうございます。ルカスさんもありがとうございます。ゾさんもありがとうございます。で、もうなんか学校行くときは絶対メイク検査と、あと爪の検査と、あと髪の毛の検査、あとスカート折ってないか、あとリボンちゃんとはめてるかの検査が毎朝あるんですよ、学校。だから朝もメイクはめっちゃ薄くしていくし、身だしなみのもちゃんと整えていくんですね。でも学校に着いてからはやっぱちょっとだけメイクするんですよ。で、そしたらその新任の先生と学校ですれ違った時、絶対なんかしてるよねみたいな感じで毎回顔を覗き込んでくるんです、その先生が。で、それでですね、もう毎日言うし、しかも言い方がすごく強いんです。なんか言い方がめっちゃ強くて、しかも他にもメイクしてる女の子だっていっぱいいるんですよ。だけどなんか白鳥だけに当たりが強くて、まあ、ちょっとそれはちょっと白鳥のメイクがちょっとだけ濃いからだとは自覚しているんですよ。まあ仕方がない、仕方がない。だけど当たりが強くて、で、なんか授業中もですね、そのまあ男性の先生なんですけど、なんか奥さん、綺麗な奥さんが僕はいるんだ自慢がすごいんですよ。もうずっとなんか結婚した理由の話とかをしててみたいな、もうって感じなんですよ。で、そして心電図の女性のなんかこう看護師さんがいたんですね。で、そこに並んでたんです、友達とその看護師さんと私で3人で。で、それでなんか普通にこんにちはって話して、仲が良くなるじゃないですか、話してたら。そしてその女性の看護師さんがさっき
聞いたあの男性の先生、間違えて生徒だと思ったんですよねみたいなお話をしてて、その私のことをめっちゃ注意してくる先生ですね、その男の先生は。でそれで確かにちょっと身長低いですもんねみたいな感じで隣の友達が言って、わはははって笑って、でそれで私がもうその先生になんか注意されすぎて、で今日の朝もずっとその先生にあのちょっと憂鬱で、でそれであの先生ちょっと苦手なんですよねみたいな感じで言ったら、あのその男性の教師の先生がめちゃめちゃ目の前で聞いてたんですよ。でそれでなんかちょっと怒られました。聞かれてました、苦手、あの先生苦手って言ってたのが聞かれちゃいました、その先生に直接。もうどうしよう、もうそう息が詰まりそうでちゅう、モニュマルさん息が詰まりちょうなんです。新人の先生男の人ですか、かちゃんさん。そうなんですよ、だからその女の子のこのメイクに対するあの考えもやっぱ違うし。サラさんに嫉妬かな、別さんそれはない。サラさんお嬢様メイクっぽくてアイドルみたいだから、サラさんいえどんなのなんか、うん、だから前この間初めて会ったんです。私ずっと実習あの普通にレッスンとかいろいろあって学校抜けることが多くて、でそれで先生に会ったのがこの間初めてで、でこの間1週間前ぐらいか先生に会ったのが初めてで、その初めて会った時もなんか顔授業中名前呼ばれてはいって言ってはいってあのあれですよ号令みたいな感じではいって言って目が合うじゃないですか。でそしたらなんか濃いねって言われたんですよ、顔見て濃いねって言われて、えと思って濃いって思って、でみんなはあーハーフだからみたいな感じで、ハーフですよこの子みたいな感じで言ったら、先生がいやメイクみたいな感じ、もう一発目もう会った一発目から言われました、怖いよ。しかもその日全然あの結構薄いメイクだったんですよ、全然今よりもっと薄いやつ、すっごいよく見てるあの先生。怖いの、えひらさん。怖いっていうか別に怖くないんですけど、なんて言えばいいんだろう、うるちゃいって感じ。宮本ルナさん、おつさちゃんお疲れ様です。ちょっと白鳥の愚痴でした。今日も可愛い、ありがとうございます。1161さん、さなちゃんイヤホー、仕事の休憩中すぐに仕事に戻るね、ご挨拶だけ今日も頑張ってね。アリさん、アリさんありがとうございます。もう戻っちゃったかな、戻っちゃったかな。ぴょんさん、だるまありがとうございます。ぴょんさん、ぴょんさん、ぴょんさん、おお、タコもありがとう、ぴょんさん。え、たったってタコ祭り、タコ祭りになってる。ちょっとタコのやつ、え、タコ3つ、3つじゃない、あの3個、3セットありがとうございます。なんかみんなギフトをこういただいたら歌ったりするじゃない、歌ったとか、アイカンだったら大阪にはうまいもんがとか歌うじゃないですか。私も何か作りたいなと思うんですけど、わからない。愚痴なら聞くよ、もういっぱい言っちゃう、あんまないんですけど。でも苦手って伝わってよかったんじゃないかっちゃさんですね。私はあなたのことが苦手ですよっていうのはもう伝わりました。さくらさん、ああ、え、なんか怖い、なんでかっちゃさん突然のタイミカミングアウトで先生もびっくり。いや、あのちょっと申し訳なかったんです、ちょっと申し訳なかったけど、でも並んでた1年生たちが大爆笑してました。苦手ってことでも他の言葉ではダメだったかもね。ラッキー、ラッキーハムさん、え、ラッキー、でもその言葉でもあんまりラッキーではない。そんな時はササジーが睨んであげる。ササジー、ササジー、ササジーありがとう。でもまだこれは、この注意はあのちゃんとした注意だから、もう完全なすっぴんで来いよっていうことなんですよ。もう
もう起きたそのままの状態でってことなんですよ多分。髪の毛はするけどもう起きたもうその顔で来いってことなんですよもう。あ、I love you! 金の I love you! やっちありがとう、初めてだ金の、初めてだ、ありがとうございます。うわー本当にもう大変でもちゃんと伝えられてよかったと思えば大丈夫。そうですね、苦手なのは個人の感想なんで怒られる不自由なんてないぜ。ニースケちょっとおいですよね。茜色のマントをまとった朝が歩いてくるさん、ちらありがとうございます。来てくださってポレポレさん、ポレポレさんもちらありがとうございます。シンプルに嫌なやつっているのよねサシさん。なんか別に注意されるだけでいいんですよ。だけど本当に合わない人間としてって感じですね。そう、 なぜにそこまで寝なきゃ、ね、寝なきゃ、寝なくちゃいけないですか。愚痴なら聞くよ、ありがとう。えひろさん、さなちゃん言い方かわいい、かわいくない。かっちゃんさん、タコね、あ、タコ小学生男子が好きな女子にちょっかいかけてるみたい、ゾザンそんな感じなんですかね。ちょっと嫌なタイプだよ、さなちゃん気にしないで、別さん気にしません。もうそんなんで学校行きたくなったらシャラトリーの負けなので、絶対そんなことならないです。で私は私と皆さんの幸せのために生きるから、うん、やっち、そう、サナさんも愚痴話してくれてありがとう。私たちに話して少しでもセットしたら嬉しい。え、これ結構嬉しいです、ありがとうございます。始まったばっかりにこれからも何かが起きそうでちゅね、モニオマルさん、そう起きそうでちゅ、本当にサムさん新任だから芸能コースの生徒の扱いがわからないんじゃないのかね。あーでも本当にそれはあるかもしれないですね。そうかもですね。そう、 Don't worry サナ、ファク46さんありがとうございます。ポレポレさん、ヒロも美少女ですな、あん、ありがとうございます。でもこの顔は一日中絶対変わらないんですけど、そろそろ次の仕事に移動します、歩きながら聞きますね、ゴングマさんありがとうございます。あれだ、ツタヤからの移動だ。え、さくらさん、だるまありがとうございます。でも本当に いい先生もいっぱいいるんです、学校、本当にいい先生もいっぱいいて、うん、そういい先生もいっぱいいます本当に。もう本当にいい先生もいい友達もいっぱいいます学校。そろそろあこうこんな時間に配信、無比を神田さん、無比、うーんごめんなさい、無理ですよね。そうですよね、でもちょっと予定がありましてこの時間しかって感じだったんです、ごめんなさい本当に。でも私が18歳にあと2ヶ月ぐらいでなったら、もう22時以降も配信できるから、はい、合わない人はいるよねパンプキーさん、そうなんですよね。でも白鳥、人生で合わないなと思った人あんまいないんですよ、多分人生経験ほんと少ないから、少ない、全然まだ17年しか生きてないからもう何も言わない、もう何も言わないんですけど、全然なんかあこの人無理、合わないかもって思う人ってあんまいない、本当にあんまいないんですけど、うん、本当に一人二人ぐらいで、でその中の一人、高校生諦め先生が一人一人はいると思うからしょうがないよみたいなさ、みんなそうですよね。あなたに起こったことを私たちに教えていただけるように、私たちはあなたをサポートします、ジェロさんありがとうございます。ジェロさんありがとう、 Thank you。 さくらさん、だるまいっぱいありがとうございます。ゾさんもタコタコだ、タコ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 
ターコ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 50カウントお届け、例の揺らせやつ、揺らせやつ、にづき先生、あの何何、幸せに生きよう、ベッチさん幸せに生きよう、ゾウさん仕事に戻ります、バイバイゾウさん、バイバイゾウさん、何にづき先生、言葉をめっちゃ選んでて偉いね、言葉を選ぶというか、サシさん、私はくよくよせずに楽しくねですな、あ、くよくよせずに楽しくねですね、ハムさんありがとうございます。星投げて仕事、仕事戻る場合、みんなにみんなにバンバンお話ししてスッキリするのだ、カンタさん、カンタさんありがとう、バイバイタッチ。じゃあ先生レアキャラやん、カチュさん、先生レアキャラなんですよ、そう、そうレアキャラなんです。赤さん、おつたらちゃん、赤さんありがとうございます、ほんと皆さん来てくださってありがとうございます。だからちょっと今からこの後お出かけに行くの、お出かけじゃない、お出かけか、お出かけ、お外に出るので、それの準備、今日はこのカバンか、今日はこのカバンか、このカバンで行きたいと思います。こちらはこの間いただいたんです、本当にずっと欲しかった、もうこのシリーズずっと欲しかった、もう本当に嬉しいです、ずっと欲しかったシリーズを奇跡的にいただいたんです、本当に嬉しい、ありがとうございます。でこれ学校に持って行ってて、このカバン、だからちょっと入れ替えていきます。まず私のカバンの中身紹介、需要あるかわからないんですけど、まずちょっとあれあれだけど、まず鍵、キーケース入れて、次ちょっとスイカは隠しとかないとはい、サマンザ、サマンザのスイカケースで、これはめちゃめちゃいろんなものが入ってます。まず学生証入ってて、で、あの1年間取ったプリがこんくらい、こんくらい挟まってて、チェキとかも。で、それで、見てください。白鳥さま、これ、カンタさんが、あの、シール、送ってくださったのを、こう、スイカの裏に貼ってるんです。これは支障ないんですよ、別に。で、あと、スイカとパスもどっちも入ってて、あとここに交通費、交通費の領収書をいっぱい挟んでます。だからこれただのただのパスもケースなのにめちゃめちゃ重いんです、お財布並みに重い。あとカロナールと、あとエアポッツ、え、これ蓋がない、どこ行ったの蓋蓋ない、蓋ないエアポッツケース、見て可愛くないですか、これリボンついてるエアポッツ、すごい時止まった時にだるまが動いてた。うん、さくらさん、マシュマロさくらさん、サイリュウさん、カンタさん、だるまありがとうございます。はじめまして、インパルスさん、はじめまして、ありがとうございます。白鳥さなと言います、高校3年生17歳です、リットムーンの赤色担当です、ぜひ押してください。可愛いカバンやな、そうでしょ、世の中には奇跡なんてことあるんだね、ハムさん奇跡あると思う。色味めっちゃ可愛いバッグですね、え、そうなんですよ、めちゃめちゃ可愛い、夏、これから夏だしめちゃめちゃ使えそうだし本当にありがたい、ちょうどいいサイズ感だし、あのさなちゃんが言葉選びで止まった時、言葉を…そういうことか、にづき先生そういうことね、ありがとうございます。チャカオさん、いつばら先生の仕掛けた、おはようございます、やっほー、チャカオさん、チャカオさんってなんか呼びやすいな。大丈夫、私は会わない人たくさんいるけど楽しく生きてる、さしさん、そうですよね、そんな人たちに目を向けず楽しく過ごしていかなくちゃ、世界は広くて空は大きくて海は深くてライフィッツもいっぱいいるので大丈夫、にづき先生ありがとうございます。芸能界をもっとえぐいからいい訓練だと思う、そうです、乙女のカバンの中身、そうですよ、かっちゃんさん、乙女のカバンの中身ですよ、え、めちゃめちゃ可愛い、これお誕生日で
ママたちに、ママとお父さんにもらったんです。めちゃめちゃ可愛い。でこれチャームも別売りなんですけど、つけてもらいました。これ別売りで、これ双子座の、双子座のマークのやつで、めちゃめちゃ大好きこのカバン、もうずっと使ってる。でこのエアポッツケース、エアポッツ入り、エアポッツケース、はい、こちらを入れて、でカバン、あ間違えたお財布、コーチ、おい、これは友達にもらったやつです。でリップ、リップラネージュ、まずプルプルになるものを入れますね。あこれいらなかった、このスックの、これもいただいたリップですね。こちらまず1本入れる。でこれはリップモンスターっていうリップで、色が落ちないリップなんです。これ入れる。あとジルスチャートの鏡、鏡、鏡入れる。あとは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 、あ香水、香水、今日の香水どれにしよう。私ここに配信してる今この下、あのガラスになってるんですけど、ガラスの下に香水がいっぱい並べてある。今日はやっぱり一番やっぱ好きな匂いのランバン、ランバン、ランバンでいきます。ランバンで、ランバンで、こんな感じ。昨日リトマの公式 TikTok もかけてたね、そのカバンでやっち。あそうなんです、皆さん、あ見てくださいました、ありがとうございます。可愛いシール欲しい、さくらさん、え、あのカンタさんに頼んだらもらえると思います。ふたなくて可愛いです。あふたなくて可愛かったですか。落とさない、壊さない、はい、バムさん、わかりました、落とさない、壊さない、走らない。坂丸さんこんにちは、初見、初見さん、初見さん大歓迎、ありがとうございます。髪型もお洋服も可愛い、こもこさん、え、めっちゃ嬉しい。ティッシュとハンカチはかっちゃんさん、あ忘れてた、ハンカチはいつも持ち歩いてるんですけど、ティッシュは持ち歩かないです。だって大丈夫かなって。黒いカバンも綺麗に使ってるんだよね、ハムさん。あ綺麗に使ってますよ。これいつもらったんだっけ。中学3年生の時にもらいました。サナさんのカバンの中身知れて嬉しい。あっち全然カバンの中身なんていっぱい紹介します。ちょっと待って、あったん、あったん、これは、これはですね、桜のマネージャーさん、あこれ夢か、違う、これは桜の時、終わる時にマネージャーさんがジルスチャートのセットみたいなのをくれたんですよ、みんなに。でそれの中に入ってたハンカチです。この素材大好き、このなんか絹絹みたいな素材大好き。私も香水同じかけ方してるやつ。お、本当ですか？一緒。強制休憩でもチラッとしか見られないしんじさん、ありがとうございます。エンヒロさん、花粉平気なの？私花粉症じゃやっぱないみたいです。今日は挨拶だけでバイバイです。こもこさん、わあバイバイ、こもこさん。悲しいバイバイ。ありがとうございます。今日はですね、何時に出たらいいんだろう。今日はですね、50分、
今日は50分に出たいから50分に出たいから45分にこの配信終わります。あとちょっとしかないけど、ロッタお仕事中だけど少し遊びに来たよ、サナちゃん。ロッタありがとうございます。ロッタン、今日の髪型ナチュラルで好き、にすけ先生。わありがとうございます。でも実はですね、あの桜屋の時この髪型いっぱいやってた。あ、タコありがとうございます。にすけ先生ありがとうございます。そう、桜の時この髪型いっぱいやらせていただいてて、でもやっぱ中学生とかだからツインテールとかが良かったんです。実は言うと、え、言わない、全然 言わないけど、実はツインテールとかが良かったけど、でも今思うとすごいこの髪型で自分良かったなって思います。やっとじっくり見られた。お嬢様感あふれるお上品な洋服ですね。かわちい新さん、ありがとうございます。フルできてからいつでも終わるでよ。ささじありがとう、本当にささじ。ロッタン今日もさなちゃん可愛くて仕事頑張れる、ありがとう。ロッタンこっちこそありがとう。今日はこれから雨降るみたい、気をつけ。雨降るんですね、赤さん。いい情報ありがとうございます。いい情報、いい情報、あの情報ありがとうございます。傘持ってきます。雨嫌いなんですよね。あれ何しようとしたんだっけ今から。あ、そう、メイクちょっとだけ。わ、マジか、雨降るんですね。これも持ってきます。指原さんがプロデュースしてるやつ、大尊敬、大尊敬指原さん、もう大大大大大尊敬、本当に本当に大尊敬、めっちゃ尊敬、もう大尊敬。ヒデさんこんにちは、こんにちはです。ズビピッタンさんもこんにちは、こんにちは。おつさなちゃん、おつさなちゃんですね。いつも傘は携帯してるの、えひろさん。はい、してます。でも今日このちっちゃいバッグで行くからちょっとあれだったんですよね。かちゃさん大阪寒いです。東京も寒いですか。え、ちょっと寒いぐらいです。いつもに比べたら全然寒いです。あ、そういえば5月4日チケット取れたから、ロッタン、ロッタン会えるの、嬉しい。ロッタン初めてですね。え、めっちゃ嬉しい。もっと頑張っちゃいます。さて、尊敬って何回言ったでしょう、ささじ。ん、何回言ったでしょう。あ、違う、これ白鳥に質問されてますか。今日学校の自販機で、おおおお、アイアイオワさん、初見さん、日本語頑張れ。はい、頑張ります。ありがとうございます。初見リットムーンの赤色担当の白鳥さなです。ぜひこれからリットムーンめっちゃ頑張っていくので応援してください。よろしくお願いします。休憩終了、配信頑張ってください。サネさん、サネさん頑張ります。今改めて予報を見たら今日の雨予報なくなってるかも、降らないといいね。赤さん、え、持って行った方がいいですかね、持って行った方がいいかな、傘。でも持って行ってあれダメなことないから持って行ってきます。今日の飲み物はこれ、和紅茶、なんか学校の自販機でなんか醤油みたいだなと思って買ってみました。やっぱボキボキってた。イケメンが見つかる、ささじ。皆さんイケメンですよ、皆さんイケメン。ロッタン仕事戻ります。サナちゃん気をつけて行ってきてね。ロッタン、うん、気をつけて行ってきます。雨で転んで、あの恥ずかしい思いをしないように行ってきます。でこれで、あとは今日はちょっとなんか紫って感じがするから、これもリリミューの指原さんの、
22分ささじありがとうございます。わっこーちゃん見たことあるけど飲む勇気なかった。パンプキンさん別に買おうと思いませんよね。わっこーちゃん見てもそんなこと言ったらダメだ。パニクルさんはご挨拶したりするのかな。えんひろさん、パニクルさん、パニクルさん、紫とてもいいと思います。かちさん嬉しい。昼配信でも好きなさなさん、あー対バンの主催さん、ごめんなさい。でも挨拶できるのかな。前後とかだったらできるんですかね、あの出演が。小さいバッグにあんなたくさん入ると思わなかったから収納上手なんですね。いや意外と大きいですよハムさんこのバッグ。あんま大きくないか。いやでもちょっとたくさん入るんですこれ実は。あじゃあそあじゃあ終わんないといけない。スクショタイムから。はい皆さん今日いっぱいゴールデンなやつありがとうございます。1ピョンさん、ピョンさんありがとうございます。2位カッチャーさんありがとうございます。3位にじすけ先生ありがとうございます。4位さくらさんありがとうございます。5位やっちありがとうございます。6位さいりゅうさんありがとうございます。7位さしさんありがとうございます。8位ゾザンありがとうございます。9位ささじありがとうございます。10位マシュマロさくらさんありがとうございます。11位ハムさんありがとうございます。12位えんひろさんありがとうございます。13位ピルさんありがとうございます。14位ダイちゃんさんありがとうございます。15位サムさんありがとうございます。16位、ルカスさんありがとうございます。17位ベッチさんありがとうございます。18位カンタさんありがとうございます。19位タックさんありがとうございます。20位底辺生活さんありがとうございます。バイバイ、ありがとうございました。皆さん来ていただいてバイバーイ、バイ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 、うんうんうん。明日は朝8時でええよね、ささじ。はい明日は朝8時で皆さんお願いします。バイバーイ、じゃあねー。